はい、皆さんこんにちは、佐賀キャトシでございます。毎日毎日ですね、私はこの動画を撮るためにですね、お隣さんのですねニュースサイトを見て歩いてですね、いろんなあれを記事を読んでるんですけどね、もうどうでしょう、もうこの動画を頻繁に撮るようになって、丸4年ちゃうかな、丸4年やったような気がしますけど、丸4年、そうですね、毎日毎日見てますとね、やっぱりね、こう身近ですよ、すごい、ものすごい身近です。お隣さん人と話す機会ってあんまりないんですけど、たまにここにですね、マンションのご購入のためにご相談にお見えになったりします。もちろん日本語ですよ。日本に住んでらっしゃる方ですね、大体日本人と結婚してない人が多いですね。男性はね、まあ皆さんそれなりに言い方ですよ、変な人一人もいませんでしたね。まあそれは実物であってですね、このニュースに出てくる彼らは面白いですね。一見僕らと同じような顔しますし、白人から見るとヨーロッパ系の人から見ると同じように見えるんでしょうけど、中身はえらいちゃうんですよね。似てるっちゃ似てるんですよね、 お互いに。でもなんていうか、こう意識とか考え方とかっていうのは大きな差があります。日本人の方が複雑ですね、いろんな面で、向こうの人の方がこう直線的ですね、何事もこうダイレクトと言いますか、ドメスティックと言いますか、ほんま年やわ。昔はすぐ出てきたんですけどね、直接的という英語です、前は。こんな記事が出ています。100歳まで生きたい韓国人は 50%、 日本人は 22%。あなたは何歳まで生きたいですかって聞かれたら、いや別に特にないんですよ、私は。健康であれば100歳でも生きたいですよ。でもまあそれはないやろと思うんで、健康であればまあそうですね、80ぐらいまでは生きられたらいいかなと思いますけど、まあ別に一応自分では75歳の予定で生きてますけどね。100歳まで生きてるの、ヨボヨボになってね、人の世話になりながら100歳まで生きたわけな、いえ、そんな、あなたも早めに行くわみたいなんですけど、でもお隣さんは 50% は100歳まで生きたいっていう。このあたりですね、本当になんていうか、こう単純に直線的というふうに感じがしますね。韓日の成人男女にアンケート、高齢化に対する考え方に大きな開き。韓国はどれだけ高齢化しているかを示す高齢化率、過去総人口に占める65歳以上の人口の割合は昨年末の時点で 17.5% と、日本 29.9% に比べるとまだ低い。しかし2045年には日本を追い越して世界で最も年老いた国になる。このように決められた未来を目前に控え、韓国人は今何を考え、どう生きていくのか。まあこうアンケートを取ったということですね。で20から60代の成人男女の半数が100歳まで生きたいと。すごいな。韓国の高齢者貧困率は 39% と主要国の中で最高水準。じゃあ周りにね、貧乏なね、じいさんばあさんいっぱいいるわけでしょ、それでも生きたいっていうの。へえ、すごいな。なんか向こうのね、じいさんばあさんの貧乏な人って悲惨みたいですよ。もう70ぐらいのね、女性のね、おばあちゃんがね、人類最古のビジネスに励んでるんですって。それをまだ買う人がいるんですって。すごいなと思って。リポビタン D があるんですよ、向こうのね、なんとかって言うやつですけど、全くこういつものまな1個商品ですよね。それ持って歩いてるんですって、70代のおばあちゃんが。ほんで、なんかやりたそうな、じいさん見てくれたら、ちょっと、あんたって、これでも飲んでって、まあ元気出そうよとか言う、っていうのがお誘いらしいですよ。すごーと思いました。日本の年寄りってそんな公園でぼーっとしてたりしませんもんね。何してんやろ、日本の年寄りって。公園通りますけど、ぼーっとしてるじいさんばあさんいませんよ。
じいさんばあさんどこにおるんやろ。昔はね、近所の内科がなんか、内科か整形科がなんかで溜まってましたけどね。今なんかお金もいるようになったんで、そう行くとお金かかるわけです。どこに行ってんやろ。要は、デイサービスで行ってるんですか。でも、自分で歩けるような、歩き回れるようなじいさんばあさんって、デイサービス行かないでしょ。ようわからん。で、ですね、本州の日本と、ちょっと待って。具体的な理由としては少しでも人生を楽しみたいからが 31.9%、 子孫が大きくなるのを見たいから 24.3%。 なるほどね。一方日本の回答者は 22% だけ、残り 78% は100歳まで行きたくないと答えた。まあ多分僕もそうやろうね。元気だったら100歳でもいいですけどね。自分で歩いてですね、自分でご飯食べられて、自分でトイレに行けて、自分でお風呂に入れる状態であれば100歳でもいいですけど、まあそれでももう目が見えなくなったりするでしょ。耳が聞こえなくなったりで、そうやったらまあええかなという気がしますけどね。大阪大学の佐藤真一名誉教授は、日本は長生きをすれば結局他人の世話になることになり、これに対する心理的抵抗があるとしたら、そうその通りなんですよ。もう僕なんか典型的にそれですけどね、100歳長寿に対する両国の考え方は今でこそ大きく異なるが、高齢化が進むほど韓国も日本のように変わっていくだろうと話す。そうかな。昨年基準で日本の100歳以上の人口は約9万人もの100歳以上は韓国の約10倍に上っている。日本の人口は韓国の 2.3倍ぐらいかな。ですので10倍っていうのは多いですけど、今後韓国もですね、100歳以上多くなっていくんでしょうね。未来アセット投資と年金センターのキブ・ドンヨプ常務は、すでに超高齢化社会に突入した日本は100歳の人生がどんなものかを周囲に接する機会が多く、長寿が結局のところ祝福ではないということを直接間接的に経験した。ほっとけそんなもんお前。いませんけどね、私の周りの100歳っていうの。100歳生きた人もいませんね。90歳生きた人やったらいますよ、うちのおじさん90歳まで生きてたから。でも歩いてはったね、自分で。おむつをしながら、無線無意無縁の人生をリアルに目の当たりにしてきた日本では、100歳の人生をただひたすら期待するのは難しいだろうと説明する。ほっとけよな、もうほんまにお前らにやるとかよと。これまあまだまだ続くんですよ、向こうの意思ですから。うだうだと貼っときますね、一応ね。まあ、それも向こうも高齢化したらそうなるって書いてありますけど、僕はそんなことないと思うんですよ。やつらは高齢化社会がやってきても、やっぱり自分たちは俺は100歳までという人の方が多いと思います。日本人って要はね、基本人に迷惑をかけたくないという発想があるでしょ。向こう人それないもん。だから結局向こうでも高齢化社会が進んでも、わしは100まで生きるみたいな人が大半ではないか、大半というか 50% はいるんちゃうかなという気がしますね。別にそれは悪いことだ、別に悪いことではないと思いますよ。日本人と違うというだけで、生きたければ生きたらええやんって、生きれるんならね。ただ日本もね、これからね、もうだから年金なんか本当にどんどん少なくなってるでしょ。でもらえない人も結構多いでしょ。僕なんか関係ないですけど、いわゆる団塊ジュニアの世代ですねの人たちって、就職するとき、学校出て就職するときに、正社員になれなかった人が多いんですよ。で結局慣れずにそのまま行ってるみたいな人も多いわけでして、そうするとですね、年金払ってない人が多いと思うんですよ。で大量に出てくると思うんで、あの人たちがですね、今から20年後ぐらいにですね、年金もらう代になるとですね、年金ないと言うてですね、生活保護に走る人がですね、ものすごく増えるんちゃうかなという気がしますね。そうするとまたですね、財政が逼迫するみたいなことになりかねないですね。
あの今の段階の世代はですね、人手不足の時代に就職しましたから、でまたあの頃ってですね、そのなんていうか社会負担、社会保険の負担がそんなに多くなかったんでね、大体の人は年金もらってますけどね、私が見てる限りは。はい、ということでございまして、この町村オンラインのですね、1ページ目を貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。